さあ2カード終わりまして1勝2敗1勝2敗明日からは名古屋ドーム6連戦になります。交流戦頑張っていきましょう。今日は試合がありません。情報は東海ラジオ大沢博樹アナウンサーです。こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ドラゴンズ今日札幌から戻ってきたのは12時45分にセントレアに着く飛行機だったということで、はいはい、その後流れで練習を行いまして、うん、まあ、練習を行ったのは14選手だったんですけれども、はい、3時過ぎから練習を始めて大体もう4時前には打ち終わったというような流れになっております。はい、今日2軍からですね、合流していたのは大野雄大選手と先ほどここで名前が出ていた20歳のあいつと、はい、いう20歳の小笠原慎之介選手、あいつだね今、小笠原慎之介選手のお二人がですね、はい、上がってきたということになるんですけれども、はい、今週6連戦のまず先発ピッチャーの予想なんですが、はい、ドラゴンズはですね明日がマルティネス、うん、明後日はどうやら小笠原選手になりそうです。で木曜日吉見選手で週末ホークス戦は松坂大輔選手が古巣相手に投げた後ガルシア選手が投げて日曜日は山井大輔選手が中6日で行くのかあるいは仙台に山井選手が回って大野選手が投げるのかということで大野選手は今日ご自身ではっきりと僕はマリーンズ戦には投げませんということを言っていたのでそうなるとやっぱり水曜日に投げるのは小笠原選手かなということになりますね。なるほど。いやこの小笠原が武さん、うん、ちょっと2軍で、まあ、再挑戦になりましたけれど、うん、いやここ結果出さないとね、うん、やばいですよね。ここは一発回答しないとね、うんうん、まあベテラン選手も調子いいから、ねはい、病抹消する必要なくなってきましたから ね、 そうですね、あの内容だと、うん、まあちょっと頑張ってほしいね小笠原、はいはい、で明日先発マルティネス選手なんですけれどもお話を聞きますと今まで5イニングしか投げられていないと、うん、5回以上投げるということが明日のゲーム僕の中では最優先だということを言っておりました、はい、でこの中間の調整なんですけれども遠投もしたランニングも増やした体力強化をしてきましたっていうことをマルティネス選手が言っておりました、はい、まあちょっと山崎さんも笑ってましたけども、まあ、私たちもちょっと笑ってしまったところもあったんですが、はい、そんな簡単にね、まあ、体力強化っていうのはなかなかできないかもしれませんけれども、まあ、マルティネス本人もね、5回投げて疲れているっていう感覚は別に自分の中ではないんだけれども、うん、勝ちたいという気持ちが出てくるのか、うん、おかしくなるっていうことを本人も言っておりました。一番ダメじゃん疲れてる症状が分かった方がいいのね。そうですね、疲れてはないけどおかしくなるということをまあいろいろ通訳がいますからね本当にそういう気持ちだったかどうか分かりませんけど通訳してんのじゃんおかしくなると言っておりました、はい、あのそんな言葉スペイン語にあったからおかしくならないでください。あ、まあ、いかんせんマルティネス選手もまだ若いですからね、そうですね、これからというところありますけれども、うん、ちょっとあのずっと投げた試合5回で、6で捕まっているというところが多くなりますから明日、まあ、ある程度序盤はゲーム作ると思いますけれどもどれくらい投げられるかというところになってきそうですね、うん、で、今日から合流した大野雄大選手ですね、はい、前回は2軍戦で投げて1イニング2失点という内容で、まあ、小笠原選手もそうだったんですけれども、はい、大野選手5月27日カープ戦で1軍のマウンドに立ったんですが、1回フォアボール4つだね、とにかく松田のゲームは立ち上がりが悪かったと、うん、でボールそのものは自分としてはどうしようもないっていうボールではなかったと思うんですっていうことを言っておりました、はい、で今年1軍で2試合ジャイアンツ戦カープ戦投げたんですけれどもともにもう内容としては散々な結果に終わってしまったと、うん、で自分で振り返ってみてちょっとやはり勝たなきゃいけないいいところを見せたい必ず勝たなければいけないということで気負いすぎていたんじゃないのかなということを思ったと、うん、でとりあえず普通に投げようというのが今のテーマですと、うん、普通にやればきっと結果はついてくると思うということで、あんまりその無理をしていいところを見せようではなくて自分の大野雄大のピッチングをしたいっていうことを、うん、今日大野選手は言っておりました。あ、そうですか、はい、まあ、武さんちょっと大野選手もね、まあ、ファンの皆さんまたかという感じになっちゃってますから今期待しなきゃいいんですよ。いや力はあるんだから。そうですね、いや僕はめちゃくちゃ期待してますよ、大野に関しては。やっぱね後輩でも可愛いし、はい、うん、だけどまあやっぱ今の置かれてる状況がやっぱり、うん、もう常にこうなんていうの俵越しで野球やってるでしょ。あ、なるほどね。そのベテランになっての俵越しって、強いこうなんか見えない力が出るけど、はい、まだ彼はあの野球生命に対しては俵越しじゃないから、うんうん、気持ちよくやらせてやってほしいね。あ、なるほど。
褒め殺しでいいと思うよ。大野はすか、うん、すぐすあいつも俺と一緒で、まあ、調子乗りやすいから調子乗りやすいタイプでもありますから、ね、されるからもうふてくもされますし調子にも乗るしね。そうそう、だからもう調子こかしてやればいいんですよ。なるほど、ね、僕が監督だったらなもう調子こかせまくるけどね。そうですね、本当に二軍にすぐ落とすんじゃないんですか本当は。いやいやいや、2回で交代とかするんじゃないですか。怖い怖い。新幹線で帰れってね、広島からねやっちゃうかもしれませんけど、あとね京田選手が言ってたんですけれども、はい、久しぶりに荒木選手がね、札幌から一軍に戻ってきましたけれども、はい、荒木さんと二遊間組んで改めて勉強になることが多かったと、試合中にポジショニングの修正などいろいろあって本当に勉強になりましたっていうことをね今日京田選手話をしておりました。あ、そうですか、はい。ということで、今日はピッチャー中心に練習が行われました。今日の情報は大沢弘樹アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。